ということで、はい、お昼ご飯の時間でございます。おはようございます。来ました、お昼ご飯。はい、ありがとうございます。はい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 、あのですね、何ですか、何だと思います。え、何か全然わかんない。お味噌汁です。本当だ、嘘です。何ですか、え、な、何ですか。え、あ、わかった。何、我らがヌースタじゃないですか。我らがヌースタの商品を取り寄せました。はいはいはい、え、取り寄せた。ウーバーイーツの県外なんで、はいはいはい、ちょっと特別に今回はですね、あの用意していただいたんですけども、はいはい、いろいろ大変です、このご時世。そうですね、確かに。別にあなたがその行ってくださいってわけではないですし、うん、この先の週末にですね、はもうお店閉めるんで、はいはいはい、はい、まあ、ぜひそのこれを見て、うん、いいなと思ったら、うん、このいろいろ落ち着いたら行ってほしいな。確かにね、県内の人はそのヌースタから県内の人は、はい、ウーバーイーツ頼めば届く。ああ、確かに確かに。そうそう、まあでもね、ヌースタに関わらずさ、うん、いつも行きつけのお店とかでもある人はね、まあトミーとか俺とかはね、うん、まあヌースタだけどね、行ってる、ちゃんと行ってますよ。行く行って、あ、何曲の時行ったもん。いや、1回、1回連続で1回行ったもん。連続じゃないんで、2回からが連続なの。じゃあ、いやでもそれぞれさ、飲食店、あ、そうです、ね、いつも食べてる定食屋さんとかさ、なかなか外出れないからさ、行けるとにはなったら行って、大根ちゃんとやろうぜっていう。これどういうこと、これを入れるの。ちょっと一旦、一応いつもよりも物取りちゃんとっていいですか。はい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 、ラーメンですね、これ。これ、あ、チャーシュー丼じゃない、これ。へえ、そういうのあんだ。で、これ牛煮込みまぜそばでしょ。はいはいはい、これもラーメンですね。これじゃあ牛煮込みまぜそば。うめえから、これ煮込んでいく。煮込んでいく。煮込み、煮込み足りなかったみたいな。美味しそう。ちょっとじゃあ一口目いただきますね。すんません、ありがとうございます。本当に、いただきます。デリシャス美味しい。デリシャス美味しい、お前和訳したら美味しいデリシャスだよ。英訳もしちゃってる。ですね、チャーシュー丼と牛煮込みまぜそばはウーバーイーツも頼めんのって。で、背脂黒塩煮干しラーメンと普通の黒塩煮干しラーメン、こちら背脂入ってるからね。はい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 、がはお店限定だそうです。おー、なんかこれ美味しそうだなと思ったら、さあ、流れてるのが落ち着いて、皆さん健康な時に行っていただけたらと、うん、今日ね、混ぜそばだけじゃなくしたのよ。うん、で、混ぜそば食っちゃうじゃん、結局行くと。美味しいの。うん、いただきます。うん、どうなのそれは。美味しいわ、チャーシュー丼も。わあ、美味しい、本当に贅沢。この味って、ヌースタでしか食べれない感じ。これね、なかなかね、他でね、結構似た味出会わないけど、うん、完全に混ぜそばだった。チョコレート食べていいですか。もうチャーシュー丼、これ背脂ラーメンいこうかな。キイチとかさ、ピーさんとかはさ、うん、結構ラーメン食べてたりしたからさ。あ、そうなんだ。そう、でも俺、なんか混ぜそばいつも食べちゃうからさ。同じ味でいいからね。うん、そうそう、無限に食って、美味しいものが止まっちゃうんだよ。うん、美味しいものを自分で中でそれでいい完結しちゃうからさ、毎回同じの食っちゃうから。でも、変わる人もいるんだろうね、うん、その、まあもうダメだったからもう満たされちゃってるわこっちはってなる人ってすごいよね。でも美味しいって分かってるもん、言っちゃうよね、やっぱね。 100% 美味しいんだけどさ、うん、なぜ冒険する。美味しい、これ美味しいんだ。美味しかったわこれ。同じお店とか同じ、なんだろう、同じ店だったら同じのしちゃうよね、ずっと。いつだってそうで、意外と大人数で行った時とかに、じゃあいろいろ頼んでみるかとか、頼んでいいよとか言って、いっぱい来たので、ちょっと食べて、うまいじゃん。あ、そうね。で、自分が一番知らないみたいなやつ。そうそう。行きつけなのね。行きつけとかねえんだよな。昔あったんだけどね。カレー屋さんの？カレー屋さん。カレー屋さん、俺がカレー食うかだけどね。いろいろあるとこだから、あそこ。
カレー屋さんじゃないんだ。俺がカレー食うせいでカレー屋さんだと思ってる。俺がね。そうそうそう。ムースターって肉うめえよな。うん、チャーシューとかさ、煮込み、肉うまい。確かに。な、今のこれね、早く終わればいいけどね。確かに、うん、知り合いの飲食店めっちゃきつそうだもん、みんな。まあね、うん、俺らはネットだからね、うん、そこまで、まあまあまああれだけど、そういう、なんていうの、そう、人をね、呼ばなきゃいけないの大変だよね。大変ですよ。で、今だって、ここはさ、例えばそのさ、車もさ、その、うん、ちゃんとその、あの、めっちゃ予防してさ、うん、車でも予防してさ、ちゃんとやって、でもここだけじゃん、言ったらここだけで完結できるよ、めっちゃ。うん、確かに。そうじゃないもんね。そうじゃない。人が来て、初めて成立するところやっぱ、うん、確実に人も減ってるって言うしね。うん、ちょっと、これ食ってみていい？それで背脂やな。背脂やな。略して背脂。絶対言うな。なんで？背脂飴。もう俺10回ぐらい言いたいの、言わなかった。まあね、その引き算大切だったね。こんな美味しい。でも、混ぜそばやっぱもう革命あってこれ。で、この味ないもん。確かに。このだって柔らかい肉と青学のあれ、あれ混ぜそばじゃない、油そば。うん、俺油そばも好きなんだよ、ね。うん、あれ美味しかったね。あれな、あんま流行ってないかな。油そばも一時期結構流行ってたんだよね。昔結構さ、うん、そのジャンクフードって言うとあれ、結構ジャンクとしてジャンキーだよね。結構いろんなとこにあったイメージあるね。最近あんま見なくない。ちょっとだからヘルシー志向なんかもしたんだよ。ヌンスタとかめちゃくちゃヘルシーなラーメンがいっぱいあるし、なんか牛丼のやつもなんか油そばよりももっとなんかこう味がそうマイルドだし、油そばはなんかね、こうマヨネーズ入れたりして結構ジャンクフードとかこうね、なんかラー油をなんか、ああそうだね、うん、お酢を何回も、俺通ってたもん、部活帰り。あれさ、なんかそれぞれのなんかトッピング感ある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 。超美味しかったけどに餃子足すとかしてたけど、うん、もう今は無理なんだろうね。なんかあんま見ないね。行きてぇなぁ。そっかそっか。でも本当に行きつけの店なくなっちゃったら嫌じゃん、普通に。嫌ですよ。まあ何でもそうだよね、うん、なんかその地元帰ったりするとさ、あれもうなくなっちゃったんだみたいなさ、うん、いや行けよって言ったじゃん。そう、お前が行けばいいって言うの分かってなきゃ行けてなくて、大体そうだよね、うん、Twitter でバズるのもさ、うん、今年でこれ最後です、いやなくならないで、うん、って言わないからなくなっちゃったんだよっていう君たちがとどめを刺したことを忘れちゃいけない、うん、テレビ番組ね、終わんの寂しい、いや視聴率下がったんだよっていうね。いやずっと通ってて、うん、なくなっちゃうんだったらあなたは言う権利あるよっていう、うん、だからね、本当に今みんな苦しいと思うので。そっかそっか、非常に透明ある方がやっぱり一番好きだ。めっちゃ美味しいよね。一番好き。確かに俺も一番好きだった。あと花粉がね、すごいね。これ食ってない。それで今、お腹いっぱいになってきちゃったから。お腹いっぱいだね。これちょっと夜食べますね。そうね、入れちゃうとまたあれだからね。これちょっと、今お腹いっぱいだし。イコも、うん、違う料理すな。花粉、そしてやばいね、今日。花粉やばいよね。うん、俺今日風呂、朝入って、うん、あ、やべえと思った。もう、あ、立てねえって。なんで風呂上がり花粉やべえの、洗った後なの。熱が、あれじゃない、血行が高くなるから痒くなりそうだけどね。なんか腹立ったの、洗ってんのにさ、もう、全部洗って、よしっつって出たら花粉バーン、なんで。確かに。いや、洗った後よ。で、俺の中で一回お風呂、じゃあお風呂一回も入んねえからなっていうふうになっちゃうよね。ハトよ。風呂入んないといいけど、ハトでしょ。ハトに外出禁止で出した方がいい。なんで。ハトに巣から出んなって。いや、苦しむでしょ、一番。ん、一番巣から出んな。経営団を迎えちゃう。いや、ハトはもういいよ。でもいやいや、ダメだよ。みんな大切にしなくちゃ。ハト汚いわ。助け合いですか。あとネズミ。ネズミはお前一番いいな。いや、ネズミはそのいろんな作品とか出てくるならいいけど、お前飲食店の周りにいるネズミだめ。
あ、まあね、まあ難しいよね、人間が住んでるからね、その上に。まあね、動物の森やっててそれ感じますね。